おはようございます。カマキリさん、リポスさん、おはようございます。メイさん、サワリンゴさん、おはようございます。画面は出てるでしょうか。画面はきれいに出てる。ウニさん、おはようございます。はい、今日はですね、数年前に来たことがある場所なんですけど、あ、綺麗に出てますか。あ、よかった、よかったです。皆さんにですね、まあ、綺麗な自然をお見せしたいと思って、来ました。白滝さん、おはようございます。では早速ですね、綺麗な、まあ、何でしょうかね、せせらぎと言ったらいいでしょうか、こういうところですね。綺麗なせせらぎ、こういう、これはですね、湧き水ですね。すぐ5メートル先が湧き水があって、まあ、泉ですね。泉から泉がそこにあるんですね。その上には全然川がないんですよ。そっから泉が出て、水が出てるというですね。水が来ています。そしてこう水に落とすと大変ですよ。ちょっと水に落とすの、こういう感じで長いと思います。下の方にで、下にまだちょっと大きな川があります。で、ここはですね、林の中ですね。林の中です。太陽が出てますね。セミと川のせせらぎと、かなり、まあ、にぎやかな。あ、電波がちょっと弱い。あ、電波がちょっと弱いかな。画面が少しあまり綺麗じゃないかな。はい、すいません。やっぱりちょっとこう山の中なので、ちょっと電波が弱いですね。でも、サワニクさん、一応見られますか？一応自然が見られるでしょうか。もうちょっと、こういう感じで。はい、それではタイトルいきましょうね。タイトルいきましょう。タイトルはですね、なぜ自然は美しい。なぜ自然が美しい。まず皆さんに、テストします。はい、天国大学テスト、天国大学テスト、なぜ、自然は美しいのか。エマルさん、おはようございます。なぜ自然が美しいのか。はい、テストスタート、テストスタート。なぜ自然が美しいですか。アキちゃん、おはようございます。おっとっとっと、また、川にボッと落ちそうですね。なぜ自然が、美しいのでしょうか。イエス様が作られたから。サオニングさん、神様が作ったままで人の手が入ってないから。なるほどなるほど。なぜ自然が美しいか。メイさん、神様の作品だから。アメン。アメン。神様の作品だから。ウニさん、神様が作ったから。アメン。
はい、それではですね、なぜ自然が美しいか、なぜ自然が美しいか、これはですね、理由があるんです。理由があります。まあ、世の中の人たちは偶然だと言うかもしれませんけど、とんでもありません。この自然が美しいのは偶然ではないんです。デザインされてますね、デザインされています。そしてその神様のデザインはですね、神様のデザインは非常に複雑です。どう複雑かというと、まあ、物理的な法則、科学的な法則、生物学的な法則、そして宇宙の法則がですね、全部、調和して神様が作ったあらゆる法則が、調和してデザインされていて、そしてそこには深い深いデザインがあるんです。見た目だけのデザインではありません。沢口さん、うちの環境だと映像画面が止まってます。音はクリア。ああ、本当ごめんなさい。映像が止まってますか。他の方はどうかな。皆さん、他の方は映像止まってるでしょうか。映像止まってますでしょうか。はい、映像ちゃんと映ってる方いますか。あ、ウニさん止まってる、止まってる。アキさん止まってます。ああ、本当そうですか。そうですね、止まりました。止まってます。じゃあちょっとですね、あれですね、変えた方がいいですね。じゃあどうしましょうかね。申し訳ないけど、そうですね、どれか今4つあるんですが、音声だけでもいい、音声だけでもいい。止まってない。そうですか。皆さん、フワッチが止まってないそうです。フワッチが止まってないそうですね。フワッチが止まってない。じゃあですね、どうしようかな。エマルさん、映像は綺麗に映ってますか。映像は綺麗に映ってるでしょうか。見えます。あ、本当。じゃあ皆さん、フワッチがですね、映像が綺麗に見えてるそうです。ぜひ皆さん、フワッチに行ってください。フワッチに行くと、映像も綺麗に映るそうです。ちょっともうちょっとですね、水の近くに行きましょう。まあ、ぽっちゃんにしたくないんですが、気をつけながら、ね、もうちょっとあっち行こうかな。まあ、ぽっちゃんにならない程度で、このせせらぎの音、まあ、こういう BGM ありますよね。こういう BGM 画像っていうのでしょうかね。こういうのあると思いますが、こういう BGM 画像があると思います。検索さん、画像は綺麗です。あ、サオリングさん、こっち来ました。綺麗に映ってます。そうですか。フワッチは綺麗に映ってるそうです。アキさん、水の音が、水の音が癒されます。
田中さん、神様とイエス様は同一ですか？教えてください。同一ではないですけど、イエス様を神様と思ってくださいね。エマルさん、いいですね。イエス様は、神の子ですが神様だと思っていいです。サオニクさん、せせらぎの音が涼しい。こういう林の雰囲気ですね。セミの音とせせらぎの音と、非常にこう山の中という感じですよね。はい、そしてですね、皆さん、神様の作品が美しいということは、皆さん、エデンの園もこんな感じ、そうですね、エデンの園もこんな感じだと思います。皆さんですね、絵で美しい絵をですね、誰でも描けますか？ものすごい綺麗な絵、ものすごいこう、美しい絵をですね、誰でも描けますか？描けませんよね。美しい絵はですね、やはり、技術のある画家しか描けません。普通の素人にはですね、美しい絵は描けません。ということはですね、皆さん、この美しい自然は、作者が素晴らしい技術を持っているということですね。作者が素晴らしい創造する技術を持っているから、この美しい自然を作ることができるんです。とするとですね、神様の、英知というのは、知恵ですね。神様の英知はものすごいということです。神様の英知、それは人間の英知をはるかに超えた素晴らしい英知が、神様が持っていらっしゃるということですね。そして皆さん、形とか色とか、何でしょうかね、変化ですね。変化を超えて、もっとすごい、創造はですね、神様がこの自然がただ作っただけじゃないんです。神様はこの自然をただ作っただけじゃなくて、その自然の中に様々な予言、教え、そして栄光が入ってるんです。皆さん、この自然にはですね、もう本当に素晴らしい神様のいろいろな、メッセージが含まれているんです。情報が入ってるんです。ブシマさん、自然はイエス様がお作りになられたのですね。今後もイエス様を愛し続けます。アメン。そしてですね、皆さん、私たちはですね、この自然を通して、いろんなことを学ぶことができます。自然を通して神様のメッセージを学ぶことができるんです。しかし、それは、信仰がなければ学ぶことができません。信仰がないければですね、ただ美しい、ただ癒される、ただ、すごく、和む、そういうところで終わってしまいます。しかし、イエス・キリストを信じて、神様のことを学び始めるとです、この自然からいろんなことを学びます。例えば、そこに泉があります。泉というのはですね、もう延々と水が湧き出て、きれいな水が湧き出て、そして、飲めるような美しい水であり、そして本当に、澄んだ純粋な水です。
まあこれはですね、神様の、あ、タイさんおはようございます。 YouTube 止まっていません。ムツムッチーさんおはようございます。これはですね、イエス様の命の水を表します。聖霊様はですね、聖霊様は命の水を表します。だからこの綺麗な水を、もうずっと湧き出てるということ、これは聖霊様のことを表すんですね。聖霊様は命の水の、命の水の泉なんですね。命の水の泉、昨日思い切ってサタンの産物である、祖父母たち、祖父母のための仏壇をハンマーとノコギリでめちゃくちゃに破壊してやりました。わお、すごい。私がサタンに打ち勝った瞬間です。アメン、アメン。はい、そしてですね、私たちは、この世でいろいろ、ストレスで、プレッシャーがあって、そして、この世でですね、私たちはいろいろ苦しみます、傷つきます。しかし神様は、自然を通して、自然を通して私たちを癒そうとされています。神様は私たちを、本当に、癒したい、励ましたい、そして、私たち、この世ではこの世では傷つき疲れますが、私たちは自然の中で癒されます。そしてそれは天国を表します。私たちは将来天国に行くならば永遠に癒されるのです。永遠に行こうことができます。この地球の自然は天国のマヤージであり、天国のですね、天国のマヤージであり、天国の何でしょうかね、予告みたいなものです。私たちは天国で癒されるんだ、天国で癒されることを期待しましょう。天国に行きたい、天国に行きたいと思うべきです。電波が悪くなった。あ、本当？じゃあちょっと元に戻りましょう。ちょっとした場所でね、違うんですよ。ちょっとした場所で電波が変わります。ちょっと電波のいいところに行きましょうか。ここはちょっと危ないかな。向こう岸に行きましょうかね。ちょっとジャンプしましょう。こっちに来ると電波が良くなるかもしれません。こっちに来ると電波が良くなるかもしれませんね。はい、そしてですね、自然がなぜ美しいか、それは神様が美しい方だからですね。神様が美しいから、神様の心が美しいから、作品にはその人の心が反映します。苦しんでる人が描いた絵は苦しさが出てます。悲しんでる人が絵を描くと、悲しみが絵に現れます。サワリングさん、ツイキャスは音が全然途切れなくていい感じです。神様の完全な美、この自然が美しいのは、この自然が美しいのは神様の心、
神様の御心が美しいから、神様の心が美しいから、神様の心が自然に反映して、だから自然が美しいのです。だから自然が美しいのです。自然が美しいのは、自然が美しいのは神様の御心が美しい、神様の御心が美しい、だからですね、皆さん自然が美しいのです。そして人間は罪が入りました。人間は罪が入ってですね、その人間の罪のゆえに自然が汚染されています。自然が汚染されています。なぜ自然が汚染されたんでしょうか。それは人間の罪の結果です。人間の罪の結果、自然が、汚染されて、大気汚染、土壌汚染、海洋汚染、あらゆる汚染によって自然が汚されています。ちょっと電波が弱いかな。ちょっと電波が弱いですね。すいません、ちょっと電波が弱くなりました。ちょっと電波が弱い。ブシマさん、地球は天国と地獄が混合した世界なのですね。今後は滅ぶと言われていますが、このような美しい自然を体験したいです。スーさん、おはようございます。音声が途切れています。そうですか、音声が途切れてしまった。太陽は出てきました。いかがでしょうか。音声と映像はいかがでしょうか。アキさん、音はどうですか。映像はどうですか。ちょっと泉の方に行ってみましょう。泉の方、大丈夫、本当大丈夫、よかった。泉が見えるかどうか。ここは泉ですね。ここは泉の元ですね。ここから泉から川になっています。ここから泉から川になっていますね。はい、映像が見えてるでしょうか。映像が見えてますか。川の始まりってすごい。そうですね、ここが川の始まりですね。川の始まり、命の水の川、命の水の川。皆さん、予言的に考えましょう。このリバイバルの命の水の川も、泉から湧き出ます。聖霊の命の水が湧き出るところから、
日本のリバイバルの川、日本のリバイバルの川が流れるのではないでしょうか。ワンちゃん、おはようございます。それでは明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて。ああ、自然が美しいのは神様が美しいからだということが分かった。自然が美しいのは偶然ではなくいろんな意味があるということが分かった、自然が美しいのは、罪で疲れた人間を癒し、罪によって傷ついた、人間の心を癒すために神様が作ったものだということが分かった証。岩木さん、おすすめの教会、教会がありますから、個人的に聞いてください。スカイプ、メール、LINE で